はい、どうもカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、相変わらずなんかこのリューチェルさんの件を、まあ、都合よくなんかね、自己正当化とか自己弁護とか、この自分の主張が正しかったんだみたいな、そういうことのなんか自己満足になんか利用している、まあ、芸能人っていうか、このなんかタピオカ木下さんまだやってんの一回プチ炎上したんだから、もうなんかおとなしくしとけばいいのに、まだなんかブツ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 言ってるらしいね、この人しつこいね。あと、まあなんかまた名前間違えた、今度は何、チューチェルさんとか言ったアホがいたらしいよねなんだよその猫のおやつみたいな間違いは。で、あとはまあなんか、あとあれか、またこの爆笑の太田さんとかか。で、まあなんかこの辺はもうはっきり言ってどうでもいいかな、はっきり言ってね、内容は大した内容じゃないんで、うん、で、まあ案の定なんか批判が殺到してて、うん、なんだろうねこの人たちは。まあそんなのよりもね、このなんかこのカルーセルマキさん、カルーセルマキさんってご存知ですかね。世代によって誰それみたいな感じになっちゃうかもしれないのかな、うん、言ってみれば元祖みたいな、そういう言い方ちょっと失礼に当たるかもしれないですけど、まあ要はそういうことですよね。で、いわゆるなんかね、このたまたまなんか性犯罪やらかしにね、トイレに行ってと捕まったら、いや心の中がわみたいな、そういうんじゃなくてっていう、そういう意味ですよ、うん、っていう方がね、男が女になるっていうのはね、命がけなんだよと、なめんなよってことを言ってるんですよね。ちょっとね、なんか興味深いなと思ったんで、これを見ようかな。うん、なあ、タピオカ君の話とかも本当どうでもいいよな。まあだから結局ほら、僕もね、まあ当事者ね、このカルーセルさんとね、同じ次元でなんてことは思ってないですよ、僕も。そこまで勘違いはしてないですから。ただやっぱり前から言ってる通り、この性差、ね、男女の性差、生まれながらのこの性別、ね、僕は前も言いましたけど、この人間なのかそうじゃないのかっていうのと同じか、それ、同じか、その次ぐらいに、いやもう普遍の、ね、生まれながらの性別が男性なのか女性なのかっていうのは、それぐらいもうなんか、なんか人の意思で、後から勝手にどうにこうできるもんではない。っていうのが僕の捉え方だって、ね、そういう話は何回かさせていただいたことあったと思うんですよ。だからこれを、ね、どうにかするっていうのは、やっぱりこの、ね、手間がかかったり、お金がかかったり、ね、時間がかかったり、やっぱり痛みを伴ったりって、いろいろやっぱり乗り越えなきゃいけないハードルが当然出てくるわけですよね。そんだけそう簡単にこの、ね、自分の好きなように、ね、コロコロ変えたりできないもん。普遍っていうのはやっぱりそういうことじゃないですか、そもそもがね。で、例えばカルーセルマキさんなんかはこのホルモン治療ね、なんかリューチェルさんの話の中にもちょこっと出てきたかな、うん、で、その副作用がもう壮絶だと、男が女に生まれ変わるには想像を超える痛みと苦しみが待っているものだと、そんな簡単なもんじゃねえんだよっていうことをおっしゃってるんですよね。で、ホルモン投与はいいばかりじゃないと、いいことばかりじゃないと、副作用が相当きついと、一部報道では女性ホルモンを投与し始めていたとされるリューチェルさん、遺書の有無は明らかにされておらず、自殺を図った理由も未だ不明だが、友人にはホルモンバランスが悪いという悩みを漏らしていたという、日本人で初めて性別適合手術を受け、戸籍を男性から女性に変えたカルーセルマキさんに女性ホルモン投与のリスクについて聞いたと。カルーセルマキさんといえば北海道釧路市出身、あ、北海道出身の方でしたっけね。15歳で家出した後は年齢ごまかし札幌市のゲイバーに勤務、その後全国各地のゲイバーやキャバレーを転々し、63年芸能界デビューをした、まだお姉タレントなど存在すらしなかった頃だと、ね、やっぱりこのパイオニアですよね。だから今やお姉界のドンで、ドンなんだ、戸籍を男性から女性にしたパイオニアと称されていると。その後続いた人ってあんま聞かないですよね。探せばいるんでしょうけど、やっぱりね、それだけパイオニア、この人のこの足跡ってやっぱすごいんでしょうね。で、生前のリューチェルさんとは実際に会うことはなかったが、リューチェルのことはペコ&リューチェルとして出てきた時から知っていた。その後子供を生まれ、女性らしく美しく生まれ変わった姿を見て陰ながら応援していた。あ、それが突然こんなことになって本当に残念と、若すぎる死を悼んだと。
で、リュウジェルさんがホルモンバランスの乱れで悩んでいたという報道が、あ、これインタビュアーのセリフですね、報道がありました。取材班も女性ホルモンを投与していたと伺っています。それについてどう思われますか。で、それに対して、女性ホルモン投与するとヒゲが生えなくなったり、おっぱい大きくなったり、体つきに丸みを帯びたりと、体が急激に変化するのはもちろんのこと、情緒が女性らしくなるから、艶っぽくなる子はたくさん見、あ、鬱っぽくか、失礼、鬱っぽくなる子はたくさん見てきました。だからリューチェルも、その急激な変化に苦しんだのではと想像できますと。で、マキさんが初めて女性ホルモン投与したのはいつですか。で、それに対して胸がもっと欲しかったし、女性的な丸みを帯びた体になりたかったから、18の時にショーパブの先輩から聞いた。当時は薬局に100円で、デポ女性という商品が平然と売られていて、自分でお尻に打ったもんよ。そんな商品あったんだ。週に1回、多い時は2、3回打っていた。すると1ヶ月もすると胸が徐々に膨らんで、女らしい体つきになる。ヒゲも生えなくなる。でもいいことばかりじゃない。副作用が相当きつい。薬の力で本来のホルモンバランスを壊して無理やり女になるわけだから、そりゃそうよと。で、マキさんの場合、どんな副作用に苦しんだんですか。で、強烈な頭痛、解熱鎮痛剤飲めば治るんで、毎日のように痛くなったらすぐ鎮痛剤を飲むという感じだった。19の時に大阪で、抗がん摘出手術を受けた後や、30でモロッコで性転換手術、男性器除去、増、なんだろう、膣を作るって書くを受けた後も、血と海にまみれて、肉体的な激痛に襲われて、すげえなこれは。とにかく男が女に生まれ変わるには、女性ホルモン等の副作用はもちろん、術後の想像を超える痛みと苦しみが待っている。で、性自認のことで悩んで、これからホルモン投与や手術を検討する方に伝えたいことは何かありますか。で、それに対しては、ホルモン投与は手軽に始められるところはありますが、やはり覚悟と準備は必要ということ。特に性転換手術を決意してから1年、準備してさらにもう1年待ってみて、それでもやらずに死ねないという気持ちがあるんならやればいい。あとは近くに相談する人がいるかいないかはもちろん重要だから、リューチェルはもしかしたらそういう相談できる人はいなかったのかもしれないと思う。一人で抱え込んでしまったのかもしれないってことなんですけどもね。まあこの人はやっぱりちょっとね、その、まあ、その界隈っていうちょっと言い方ちょっと失礼なんでしょうけども、やっぱりなんかやっぱ腹くくってるものがある人ってこういう感じなんじゃないですかね。まあ、痛みに耐えて、もう80とかでしたっけね、元気なのはすごいんじゃないですかね。だからまあこの人なんかはもう明らかに、ね、このなんか性自認、自称、ね、自称女、なんかああいうもうなんかもうコッパどもとは明らかに違いますよね。だからここまでやってね、やれトイレだ女湯だって、ここまでやった人はもうトイレだ女湯だなんて言ってないじゃないですか、そもそもが。だからやっぱりね、あのカルーセルさんたちから、だから当事者の人たちからするとね、やっぱりこの、ね、この LGBT 法案をね、都合よく利用してね、このブー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 たれてるやつらどもはやっぱ邪魔ですよね、どう考えてもね。そもそも同じステージに立ってないし、でそこを目指そうともしていないし、ね、だからこの腹くくってもいないし、だから迷惑でしょうね、やっぱり当事者の、ね、このカルーセルさんたちからすると、ね、邪魔ですよね。邪魔というよりもう敵じゃないですか、やっぱり。お前たちが、だからもう ね、そんなふざけたやからに、ね、まあ乗っか、まあ、どっちが先でどっちが後でどっちが乗っかって乗っかられてるのか知らないですけど、例えば稲田さんたちみたいなこの政治家連中、ね、あれらは当事者でも何でもないじゃないですか。ね、反日売、ね、何にせよ反日売国税ですよ。反日売国税が、ね、あの公金チュッパチャプスですよ。なんかこのスキームを1個追加して、ね、私腹肥やしてっていうそのネタに使った、ね、でこの LGBT 法案、ね、そうじゃないなんか当事者のふりをしてるやからですよね。だ結局そこまで腹くくれていないやつらが、都合よくね、なぜかトイレと女湯にこの死がね、なんかこう乗り込もうとして、そこだけでなんかやたらとこのなんかこう自己主張を展開している、正当化している、だからもう犯罪者なんだからもうパクっていいぞ、本当だったらね。ただ LGBT 法案なんかがあるせいでそれができない、ね、生まれながらの性別が特にこの女性の人たちを守ることができてない、ね、そういう世の中に変えられたわけですから、
もう速攻元に戻せよ。そもそも LGBT 法案なんてものがなければこういうことになってねえんだから。だからもう関わったやつ、推進したやつなんか、旗振ったやつなんかもう秒で逮捕してもう死刑だよ、死刑。うん、国家反逆と一緒だよ、こんな社会混乱させやがって。何をのうのうとね、この自己正当化してんだ、相変わらずふざけやがってって普通に素で思いますけどね。うん、まあいろいろ僕もこのね、リューチェルさんの件がある前からこの LGBT 界隈の話を、まあ、この動画でねこの取り上げさせてもらって、この順番にこのいろいろと見てきましたけども、とりあえずこの最近の、例えば今回だったらね、このなんだろう、まあ太田さんとかね、このタピオカさんとか、これあの間違えた芸人ってこの江原正宏さんなんですよね。この辺なんかのね、ああでもないこうでもないなんかよりはよっぽど説得力があるね、参考になる話だったんじゃないかなって、あのカルーセルさんの話がね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。